メッキ工場ご担当様必見。マグネットポンプから弊社マジカルポンプへの置き換えのご提案です。そもそもメッキとは、鉄の表面に亜鉛の膜を作り、錆を除去させる処理を指します。具体的にはこんなイメージです。そもそもメッキ工場ではマグネットポンプが多く見られます。どんな箇所で使用されているのか、メッキ工場の製造工程を例に見ていきましょう。脱脂工程、三線層、その他フラックス層、メッキ層、冷却工程と続きます。その中でマグネットポンプが使用されているのは、脱脂工程で加勢層だよ。三線層で塩酸位相。では、マグネットポンプにはどんな課題があるのでしょうか。次のページでご紹介いたします。ケース1、スラリー混入。位相液にスラリーが混入し、固着した場合、マグネットポンプには故障のリスクが発生します。でも、三つ穴のマジカルポンプなら大丈夫。スラリーポンプだからインペラーがセミオープンタイプ。スラリーにも対応できちゃうんです。詰まりにくいインペラーだからポンプロックなど故障リスクも抑えることができます。ケース2、空運転。サクションタンクの吸い切り時などポンプにエアーが混入してしまった場合、マグネットポンプには故障のリスクが生じます。でも、三つ穴のマジカルポンプなら大丈夫。マジカルポンプは摩擦面が存在しない構造です。だから空運転も少しなら大丈夫。まとめです。メキ工場ではマグネットポンプが多く使用されております。その中でも特に脱脂層における加勢層だ位相、三線層における塩酸位相で使用されております。管理部署は保全工務の方々になってきます。マグネットポンプはスラリーが混入すると故障のリスクが大となってしまいます。三つ穴のマジカルポンプはスラリーにも対応しております。マグネットポンプは空運転、発熱に弱く部品の変形が起こりやすいのですが、三つ穴のマジカルポンプは空運転も最大15分程度対応可能です。このようなマジカルポンプ、一度ぜひ検討いただいてはいかがでしょうか。ご拝聴ありがとうございました。